あ今頃同点だ。すいません、セカンドフライになっちゃいました。加賀君が必死こいて走ったんだよ、こうちゃん。一緒に走ってあげないとなって見てんだよ。確かに。たまじかるだね。加賀君大丈夫。あ、ファスト。戦いの裏だけど、まあいいね。まあ、まあ、時間あるからですね。あと10分できるんだし。ないの。ストライク来てるのは分かってたけど、うん、振ってヒットだからヒットを打てる自信がなかったやつは。まあね、うん、やっぱちょっと大事なとこなんだよね、あそこね。ごめんごめん。崎ゆかさんじゃ何出てる人？ああ、知ってる？あ、なんか朝のコロコロとか言ってる。うん、何目覚し？レンドラ？違う違う違う、あのなんだっけ？あのボール？あ、俺取り。あ、なんだっけ？ピーチピーチピーチじゃなんだっけ？ルーの朝でしょ？え、ルーの朝出てるの？違う違う違う、だって朝宮崎ゆかちゃん見たってから土曜日朝やってる感じか。違う。ベリーベリーじゃん、あのグループなんだっけ。ジュース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 。あ、アイドル、それ見てみた。超かわいい。マジで。あ、すいません。あ、すいません。見てみよう。え、し、しょ、しょないの。しょないっす。あ、なんだジュースジュースないな。つんくんと。あ、ごめんなさい、ジュースジュースだ。ジュースジュースだ。ジュースジュースっていうグループ。あ、ハロプロ。そうそう、リーダー。田中チ。あ、ご清聴ありがとうございます。あん、よいしょ。はい、ワンナウト、ワンナウト。ちょっとやっぱあれだね、首周りが全然違うね。ね、首周りが全然違うね。うん、すごいとしてんですよ。やっぱり何、自分でも歩いてて体は全然軽いって感じる。チャンス！頑張れ頑張れ。気持ち悪くなったりしないんですか？胃がやっぱちっちゃいから内臓。だからどうなん、あ、人がすごい食べてるみたいで気持ち悪くなったりします。あ、そうだね。3回目までの大変さ。お腹がな、ベルトがだからどんどんこう、なんていうの、穴位置がこっちに来る。こ
こが一番はっきり分かるっていうか。あ、なるほどね。どうだっけ。腕とか足とかって分かんないじゃん、こうなんていうの。まあね、筋肉とかです、1センチとか2センチ下がった。腹ってさ、やっぱベルトがあるから一回り小さくなるって言いますよね。あ、ただあの洋服は 3L になった、4L から。おお。でかいズボンでずっとやってると結構ブカブカでやれたっていう。今ジーパンが超ブカブカで。マスター、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 はい、座って。85ぐらいになったらジーパン買い直そうかなと思って。あー、近いとこ行きましょう。今91。もともと何キロ？もともと116。116。その病院でダイエットと言われる前。あ、それがね、108とか110ぐらい。いや、やばかった、やばかった、一度太って痩せたってこと。違う違う。一回116まで行っちゃって、で、病院行って、手術受けるには 5% 体重減らしなさいって言われて108ぐらいまで行って。あ、うん、減らさなくていけないんですか。それは何ヶ月ぐらいの期間だったんですか。1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月半ぐらいかな。ちょっと手術が遅れちゃったんです。じゃあ7月の頭ぐらいは108キロ、もうちょっと116キロぐらいだった。6月の中ぐらいがピークだった。116ぐらい、116。みんな5分ぐらい時間あるかな。25じゃん、25。まだいけるいける、まだいけるいける。やめて。さあ、もう終了。はい、じゃあ試合終了かな。終了。OK。